お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらミラーデッキ使っていこうかなと思います。で、ちょっとね、高回転目になってます。2.3。前まで多分、スケがゴブリンで、コウモリがプリンセスだったかな。で、ちょっと重めだったんですけど、まあ、若干ね、軽くしましたんで、前よりは使いやすいと思うんで、よければ使ってください。まあ、使う人は、ちょっとね、いないと思うんですけども、なんか、レジェンドアリーナセールが来てますね。なんか、はい、初めて見た気がします。というわけでやっていきます。で、まあ、あれですね。さっき、ちょいちょいとというか、まあ、時間半かかりましたが、マルチをしまして、ロイフグですね。30白いフグかな。あれで、今、71ぐらいまで、はい、来ましたね。まあ、使った感じ結構いいですね。久しぶりに 30cc 使われて楽しくて、まあ、デッキもなかなか、環境に刺さってると言ったところで、まあ、マルチ動画撮ろうかなと思ったんですけど、撮ろうと思ったんですけど、どうしようかなって感じですね。これ大事です。タルババ転がしてる間に、スケルトンで手上げ取ると、こんな感じでね、スパーキーがスケルトン打って、タルババがね、スパーキーを溶かすと言ったところで、いい感じにね、タルスケでね、スパーキーに対してはいい防衛ができると思いますんで、よければ参考にしてください。タルババスケですね、タルババスケ。さあ、ここは神奉仕。てい、ああ、なんで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 、しかも待って。ヤナメザップ。ヤナメザップのジャイスケースパーキーのスケルトン部隊。無理じゃね？まあ、一回ディガ飛ばすと、多分虫かスケルトン部隊かコウモリとか。ああ、ですね。すごい攻めっ気がありますね、この方は。まあ、これね、トレンド金ギロできないかな。ワンチャン。ワンチャン。無理だと思うんですよ、ぶっちゃけ。うん。知ってる。まあもう、2枚あるんでね。2枚あるんでね。全然、あは、待って。これ止まれるかな。でも、相手、ジャイ使ってから、まあ、今はスパーキーなんで、3枚咲かないとジャイ作れないんですよね。3枚。3枚咲いてみーや。咲いてみーや。来いよ、ザップ。知ってるんだよ、ザップくんのは。うん、でしょうね。知ってんだよ。だけど、これを止めるのは難しいぞ。さあ、ユーノの突進でスパーキーを受けることができますと。さあ、今、さっきまであったアドを一瞬でチャラにしたので、勝ちムーブ。で、ここの、あれですね。ミニペッカ、じゃあ、あいつ、生かします。てい！オッケー、ナイス突進。からのスケルトン部隊か。で、やらめ使ったんで、オッケー、いい流れ。あ、これ絶対、こっち側にスパーキーいけますね。逆サイドにフォルムチェンジ。フォルムチェンジっておかしいな。逆サイドに、なんで、こっち側くんねん。さあさあさあさ、まあ、コスト探しつつ、いいね。いいね。で、ザップ使ったので、こっち側にヤナメを探したいみたいなのがありますね。ヤナメを裂いて、もう裂かないですね。それはいい立ち回り。いい立ち回りでござんす、ござんす、ござんす。ござんす、すげえいる。やべ。でも、コウメ使ったから、ちょっとトルネでね、我慢してもらって、ユーノ残ってるので、これ出さなくていい。ああ、出した方がいいですね。そうそうそう。あ、オッケーオッケーオッケー。耐える。耐えます。あー、これでギアズが。あー、待って、痛い痛い。やばいやばい。待って。大事件。今のは大事件。あ、だけどもだっけと、ダメージが入ってる。ダメージが入ってる。さあ、ヤナメ使いました。来た。これね、ラッティンタイムですね。ヤナメ使ったので、ここ今何が来ても耐えれる。そう、自信があります。あ、待って。エミミスった。エミミスった。やべ。ちょっとミスった。からの、ちょっと待って。ジャイ釣りか？おい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 。これ、タルババからのスケクッションですね。で、ここでスパーキー溶かせます。これマジっす。オッケーオッケー。で、ロケット押し残ってるから、おー、いいね。いい拡散、いい拡散。調子いいね。調子いい。やべ、待って、これやべ。来たらやべ。来んな。祈り。祈ることも大事。バイ、ベンザーリーデル。よし。さあ、今の見た、タルババ有能突進からのスケ。からの、これ多分、奉仕がね、多分、終わらせてくれるんじゃね。あー、最後あれっすか。いつもの行きましょう。エフェクトかっこいいんだけどね。エフェクトかっこいいんだけど、相手に位置バレるのはあまりよろしくないよと。まあ、言ったところで、ちょっとね、大型系ですね。言ったらスパーキーとかゴレとかラバを相手にするとめちゃくちゃこのデッキ楽しいんですよね。なんで、大型すごい来てほしいですね。なんか、普通だったら止まんないんだろうっていうのが止まるんですよね。てか多分大型に相性がいいと思うんですよ。なんで、大型来てほしいからの、まあ、ねえ、そううまくはいかないですよね。はい。
ホグライダー、最近はマジアチャホグとか流行ってますが、最低のデッキは何ホグでしょうか。わかりません。で、これ多分なんか来るでしょ。全然予想外なの来た。お？ああ、避けないんかい。あ、待って、コウモリすげえ生きてる。これ1体残れて神。ああ。残りませんでした。ムートメガホグ。遅延ホグですね。ということは？ということはですよ、考えて。ロケティーナを持っていますね。ウッドロケかな？ウッドロケな気がします。あ、遅延ホグ来ましたね。懐かしい。で、ナイト系があるのかどうかすぐわかんない。トルネウッド。いや、なんやねん。すごい。これはあれっすね。この位置のトルネは、ホグはカンプ、あれ、キング起動。HP が足りねえ、HP が足りねえだと思いましたね。で、大水図の範囲が入りますね。で、これは言うのまでつけちゃって、いらなかった気もしますが、まあまあまあ、ムートを壊せたので、バンバン剤と。ふぅー！さあ、こっからですね、相手はロケットを持ってますなんで、岩位もされてロケット削りをされるのが、正直一番きついですが、相手の陸受けも、そんな豊富ではない気がしましたね、今ので。ムートアイスイズメガゴのトルネウッドなんだろうねって感じなので、有能、相手やってますね。有能バチコリ見らしていけれるといいんじゃないかなと思いますね。バチコリね。もうどんどんいきます。どんどんいきます。もうね。だから適当にこれやっとけばやるほど多分この敵強いんでね。この本が許容して、オッケーオッケー。有能走る走るオッケー。S？ で、謎にキング起動もされてないので、助かりますね。さあ、ウッドなので、ロケット押しは相手は簡単に処理ができない。すごいですね。なんか、ワンチャン読みウッドとか来そうですね。警戒、あ、待って、ミスった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 。あー、ナイス。いいね。いいね、いいね。なんか、やべえ、今日指が押せ。よいしょ。さあ、ユーノの突進が入る、入ってる、入ってる。からのロケット押しが入ってる、入ってる。いいですね。めっちゃ入ってる。いいね。さあ、そして、ロケット式。いや、これ、いいですね。こういう、普通なテンプレをぼこしていく。からのムートしか受けないよね。で、これ、ディガまで飛ばすと相手は、コストがなくて。さあ、勝ちましたね。余裕ですね。そして、ロケット式で最後終えましょう。このロケット式が、まあ、絶対止められないですからね。あれ止めて。入って。あとミリ。あとミリ。あれか、さては最後はディガーミラーで終われっていうやつか。ああ、諦めましたね。守るんかい。入るん、入んねんかい。さあ行きます。トゥドゥン。トゥドゥンが、あ、ドゥン。いやー、これは止められない。グッドゲーム。さあ、調子がいいです。大型ね欲しい。これ怖い、これ。マジで、めちゃくちゃ面白いから。来い。ってなわけで、マッチングを待ちましょう。ふーし、いやー、ちょっとね、なんか、今日何回か動画を録画できない。録画保存、録画なんかバグがあるんですよね、録画保存の。で、2回ぐらい、よし、動画撮ったと思ったら、2回ぐらいちょっとね、撮れてなかったっていうのがあったんでね。まあ、若干苗気味です。はい、こんなに元気に喋ってますが、若干苗気味。さあ、コカッちゃんだ！さあ、来たね、コカッちゃん。コカッちゃんね、これ絶対、ここにギャング延命してくる。ギャング延命来い。ああ、すげえ。あ、出た。ハンターだ。ハンター型。ハンター型ですね。あ、待って。相手、空振ってる、空振ってる。待って。リガ欲しい、リガ欲しい。言うのでもいいや。いけ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 。お前らいけ、お前らいけ、お前らいけいけ。いけ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 。いけいけどんどん、いけいけどんどん。さすがに。うわ、待って、うめえ。待って。わかんねえ、わかんねえけど。わかんねえけど。来た。そして、なんかいっぱい切ろう。生きろ。タルも転がしてあげて。なんかわかんねえけど。いい。ああ。え？なんか、すごいはしゃいでたんだけど、全然思ってたほどダメージ入ってないんだよね。悲しくない？さあ、はしまいプリンかな、そろそろ。このダメージをひっくり返すのは、相手はロケット削りか、まだバレルはマジで通んないんで、はしまいプリンですね。はしまいプリン来た時に、ナイトも一緒に来て、延命してくる可能性があるので、ロケット押しで処理したいですね。まあ、決意のぐらいしといて、これでナイト引き出せます。ナイト引き出しだと思いますね。はい、そうですね。で、あのプリンチンを、ナイトじゃねえか。お前か。やべ、
ちょっと遅れた。まあまあいいや。そう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 。スケコウモリで、彼のこのコウモリの前に、有能をつけつつ、この胞子にディガーを合わせていくとよっと。いや、ここの防衛ね、相手できたらすごいけどね。ロケット押し？ロケット押し？いいね。からのロケット押し？いや、これね、多分。いや、真面目に強い。からの耐えて、耐えて。もうタルババ攻めで使いたいな。あ、ミラーあるんで行っちゃいます。ミラーあるんで。あ、でもこれ、やられる。相手のバレルが飛んでこないので。これちょっとやったかな。まあ、トルネで完封して、オーケーオーケーオーケー。焦るな、坊主。一番焦ってるのは、あれ。さあ、ロケット押しの範囲で、いや、いい。しかも避けていく。これね、ユーのコウモリがやっぱ相手辛そうですね。そして回転早いので、コウモリが暴れてる。いいね。そして、コウモリが入ってこれを受けようとすると、さらにもう一体ロケット押し出てくるよーんと。そして、まあ、ハシマイプリンも気持ち警戒しつつ、さあ、完封して、いや、いいですね。いきますドドンガ。いや、ドドンガもう一歩後だな。もう一個後いきます。ドドンガはもう一個後でね。いや、イスミーチがうまい。エロい。うい。さあ、タルババをミスらなければ大丈夫。タルからのタル。あ、新しい！いいですね。さあ、そして、いいので受けて。あ、待って、ごめん、許して、今のミスった。ハンターが殴ってからですね。このいいのもったいない。さあ、あと、ハシマイプリンキーカーですね。あとちょっとがすごい遠い。う、今のうまっ。今の見た相手の。あ、入ってる。50入ってる。50かすり傷でけえ。すげえでけえ。相手ロケット押しクソ大変そうっすね。あ、来た。ここですね。もう行くしかないっすね。ぶっちゃけ。ユーノ2体、走るで俺のユーノちゃん。グッドゲーム。まあ、レベル10だし、しかもロケット打ったしね。っていうので、決まりましたね。いや、ちょっとね、負けないなぁ。もう一戦やっちゃおうかな。ね、なんか今、3連勝してるよね、多分。なんかもう一戦ちょっとね、やっちゃいますね。珍しく、いつも参戦なんですけど、なんか高回転に勝っても、ってなる。大型をやっぱ止めてこそ、このね、軽量級デッキ。なんかやっぱ高回転のデッキで大型に勝った時、めちゃくちゃ、なんか気分良くなりますよね。さあ、行くぜ。ダクネキ、お、来た。いいぞ、いい香り。で、このベビーね、キング起動できます。あ、このベビーキング起動できます。マジで。このベビーキング起動できます。おいしょ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 この紫頭の毒キノコ野郎が邪魔しやがって今。俺の邪魔をしたらだお前。お、待て、落ち着け。一番落ち着け、俺。アイスビーズで受けてくんのか。エレキ型ね。いやー、スケルトンラッシャーマンですね、これ。スケルトンラッシャーマン、いらっしゃいマン。ちょっと待って、キチガイみたいになってる。僕は決してキチガイではありませんので、落ち着いてください。さあ、ロケット押しがいい感じに耐える。そろそろベビドラが多分真ん中の辺に来るんですよね。さあ、からの、こっちも守りたいけど、エレキはこれ回ってないと思うんですよ。棒ポイじゃねこれ。僕の ないとか。うわー、で、ここのベビはシンプルにやと。もうこれ一発受けて、よいしょ。さあ。いや、キング起動したいですね。ナイとかエレキかベビドラを単体で来させて、キング起動したい。キング起動しないと逆に勝てないですね。で、相手がそういう系、キング起動、トルネードでキング起動できるカードを抑えた時に、ワンチャンババコヤでもいけるっけ？ババコヤなんかタイミングすげえシビアなんですよね。いや、いけそう。お、来た！はい、これですね。もうこれを押しちまえば、相手スケラーダメージほぼ入らないんで、僕がどんだけね、このディガーでダメージを稼ぐかゲーですね。逆にこのダメージ稼げないパティーもすごいあるんで、稼げないと僕の負けですね。はしまい B。おー、オッケー。あ、待って、ロケットしよう、お前。バカか。いや、レベル10は3発耐えるぞ。イェーイ。いいね。お前は優秀だったぜ。そして、おい、コウモリ無双。
ロケットオシムソ、いや、いい流れですね、今。非常にいい流れ。非常にいい流れです。これほどいい流れを作れたのは久しぶりです。サタルババからの、え、め、うーん、目はできないが、だから陸を、相手、あ、待って、撃つの撃つの撃つの、お前。いいね。いいね。ロケット押しレベル10、暴れるね、君。暴れちいのだね。しかも、コウモリで守れば、スケラなんて入らないっつ。さあ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 、突進、あ、これもう一発突進させちゃう。うん、いや、これね、いいね。行っていいね。あ。で、これエレキか。踏んでくるね。いや、これ見て。言うの残す。いけ！オッケーオッケーオッケー。いいね、いいね、いいね。からの？いいね！待って。大きい声出しちゃった。夜2時に。で、これちょっと、あ、落ち着いて、落ち着いて、こう、ベビーとスケルトンラッシュを処理するコウモリからの、いいね、タルババで完全に。いいね、からのこれ、ロケット押しでナイトぶち抜いて。いいね、待って、めっちゃいい今日。なんで？なんでこんなにいいんだろう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。いや、相手も多分びっくりだよね。何お前、気持ち悪いデッキ使ってって、なんでこれって、多分思ってますね。まあまあまあ。勝ちましょうかね。よいしょ、チチチン、チチチン。さあさあさあ、もうキング起動してなかったら負けてましたね。さあ皆さん、行きますか。ドゥドゥングからの、どけ。どけ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 からの、おい、ちょっとやばい。ちょっとやばいというか、なかなか削りきれないですね。うん。こう落ち着いて守っていきましょう。落ち着いていけば多分さすがにね、僕のタワーが落ちることはないと思うんですが、ないと思うんですが、オーケー！来ましたね。これっすね。これ素晴らしい。スケラーに対して絶対きついんですけど、あの、キング起動しちゃえばね、もうこっちのもんなんで、皆さんもぜひね、スケルトのトルネイルのデッキ使う方はあれですね、本当に、キング起動大事。内側ベビーもだし、普通にエレキとか、ナイトとか、ババクラのね、あの2体とかもできるんで、そういうの覚えておくと、すごい後々ね、楽に、いつも勝てない相手もね、勝てるようになるんじゃないかなと思うんで、よければ、参考にしていただければいいかなと思います。では、お疲れ様でした。またね。